アマンダ・プッツァーは、南アフリカ共和国、ホープスタッド出身の元女子、プロテニス選手。身長158センチメートル、体重54キログラム。女子プロテニス界では最も小柄な体格だったが、どんな球をも粘り強く拾いまくる強靭な、フットワークを最大の持ち味にした。シングルス自己最高ランキングは3位。WTA ツアーで、シングルス9勝。 ダブルス9勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。1988年1月にプロ入り。1989年の全仏オープンで4大大会にデビューする。クッツァーは1992年全米オープンから2004年全後オープンまで4大,大大会に46大会連続出場記録を持っている。1993年1月の メルボルンオープン決勝戦で日本の沢松直子を破り WTA ツアー初優勝。この年は9月に東京有明コロシアムで開かれた日霊レ,レディスでも優勝している。1996年の全豪オープンでは当時15歳の天才少女マルチナ・ヒンギスを準々決勝で破ったが続く準決勝でアンケ・フーバーに6から4、4から6、 二から六で破れている。1997年の全豪オープン四回戦で、当時の世界ランキング一位だった、シテフィグラフを六から2、七から五のストレートで破り、二年連続のベスト四に進出する。1997年に、クッツァーはグラフから年間三勝を上げた。五月中旬のドイツオープン準々決勝では六から零、六から一で圧勝した。続く、 全仏オープン準々決勝でも6から1、6から4のストレート勝ちを収めた。準決勝で優勝した岩バマよりに3から6、6から4、5から7で競り負け決勝進出を逃した。その後もクッツァーは小さな体に秘めた闘志でテニスコートを走り続け、2001年の全豪オープンでベスト8に進出している。ダブルスでのクッツーは百九十三年の 全米オープンで、イネス・ゴロチャテギとペアを組んだ準優勝がある。クッツァーとゴロチャテギは、決勝で、アランチャ・サンチェス・ビカリオヘレナ・スコバの組に4から6、2から6で敗れた。クッツァーは、オリンピックの南アフリカ共和国選手として、1992年、バルセロナ五輪、1996年アトランタ五輪、2000年、シドニー五輪の3大会に出場している。 最高成績はシドニーゴリンのシングルスベスト8である。南アフリカでテニスの一時代を築いたアマンダ・クッツァーは2004年6月に32歳で現役を引退した。その後映画プロデューサーのアーノン・ミルちゃんと結婚した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。